で今回ハイドレーションのちょっとまたお話をしようと思うんです。でね、なんでザックを出すか、ちょっと、そのあっち見て、すみません、あ、ね、じゃあ入れてて、手入れてて、手入れてて、これわかった、感じてね、はい、重たさ、はい、手抜いて、変わった、変わらへん、分からへん、もう一回、変わらない、変わらない、はい、今のが軽いですか、まあちょっと変えてやってみて。わかった。わかった。そう、トップじゃねえか。こっちの方が軽いですね。こっちの方が軽い。正解で。軽いですね。軽いですか。こっち背負ってこっち背負ったらわかります。わかった。こっち軽い。はい、はい、軽いです。はい、嬉しい。これで血を取ったらめっちゃおかしい。もうそうです。バカある。持つっていうのはダメでしょ。背負ってみてどう感じるかですね。そう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 。軽かった。こっちは軽かった。軽かったです。いや、どうしよう、え、いや、どうしよう、じゃあ、間違い取ったらどうしよう、え、これ 1.5 リッター、はい、 1.5 リッター、はい、で、ちょうどこの 1.5 リッターハイドレーション入るんです、一応あのグレゴリーのパターンは入りました、この横幅でハイドレーションポケット、ね、ポケットに入ったと、そんなの見たことない、ほいで、ね、行くよ見たことないんですよ、ほならそう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 、で、よし、はい、これが普通のやつ、そういうことです、はい、これがね、従来ずっとあのおすすめしてた、ハイドラパックの2リッター、はい、でこっちが 1.5 っていうのが一応メーカー、ランバーパック、あの、ウエストバッグみたいなものに入れるために一応メーカー作ってきて今年から売ってるんです。で、あのさっきのお話、これザック全く一緒のモデルで同じ、同じ水の量ですから同じ重さで、比べていただいて、こっちの分を担いでもった方が軽かったということです。っていうのは何って言ったら重心位置なんです。これが見ていただいての通りです。重心位置を同じにした時にどこに来るかということです。たったこんだけのことで重さが変わります。ですから例えば、1.5 以上飲むとか、2リッター欲しいんや言われたら、当然2リッターで全然いいと思います。でも 1.5 があれば十分他のもので賄えますという方やったらこの 1.5 は今年おすすめできるのかなと思いました。で、あのもう一つね、この2リッターもこれ開けて中ひっくり返してあの干せます、洗えますっていうものがで、おすすめしとったんですけど、やっぱりねこれ比較的こう引っ張って出してくるって結構めんどくさいことなので、これやと手届くんですよ、浅いから、というメリットがあって、今までこれやったのがこっちへちょっとシフトしていこうかな、まあこれは本当にあの持っていき方によるので全てこれが正しいとは言えんけど、重心位置たったこれだけのことで変わるということです。で、もう少しだけ説明しておくと、よいしょ、よかったら見てください。
そうそう、これだから取っ手がついてる、まあ、取っ手は持ちにくい、こっちは当然持ちやすいですよ、はい、もうええとこ悪いとこは当然あって、でバルブの位置もだからほらこれ横に来るんで、そう、あのデメリットはないです、やっぱりあの潰れる可能性ゼロではないので、この位置がなぁ、困ったよね、そう、そこまではちょっと考えてどうして、まあそれはメーカーもいろいろあるんでしょう。でハイドレーションっていうのは基本的に言ったハイドレーションポケットは、ここにあります。でグレゴリーの場合はここにフックがついてるのでこの状態で、さっきお話したけどあのハイドレーションポケットにこれちょうど入るスペースになります。でこれがちょっとパイプになって、これがですから、うん、そうで、あのこれがね前回もお話したと思うんですけど、ここでジョイントを1個かましてるんです。そうすることによってこの口の部分だけが外して洗える。それから例えばこれが、あ、これ反対ね、やっぱりこっち反対の方がいいね、そう、あのそうですよ、ね、こっちが出やすいんです、ちょっと反対がいいかもしれない。ここでこの状態でこれだけが外せるので、パイプを全部外さなくてもいいというメリットがあって、このジョイントがあります。で引っ掛けてこの状態で、でポケット入れていただけたら、あ、入ってない、これで、はい、で、あのあとここでセットアップとしてこっからあ出てきた、あ、出てきた、だからこれがもし繋がってたらこれ全部通さなかったんです、そうですね、そうですね、だからこれは結構便利な商品で、ここでパチンでも繋がった、これであとはバルブをキャップ外してもって勘で吸うてもったら出てきます。で一般的にはこの長さ、ブラブラしてるんですか、ここから、で、一応ちょっと背中持っていいですか、あ、ごめん、ちょっと、ちょっと、よし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 、で、ここで、よし、通常はここにあの、マグネットつけてこの状態にするんです。ところが結構これ外れやすいからこうパラ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 するんです、うん、それでここにキャッチ、ハイドレーションバルブキャッチやってでつけてもらうことによって、ここホックで止めていただいて、通常ここにつけるマグネットをここにつけてそれをこの状態、そしたらこれ、はい、取ってみて、丸く左手で取って、はい、パンと外して、はい、吸います、でそこへまたそのままパチンという A 位置に来るんで、これは使えると思います。よかったらハイドレーションをチャレンジしてください。絶対にあの、荷物を軽く運ぶということ、水、大切な重たい水を、運べる方法なので、ハイドレーションはよかったらあのチャレンジしてください。今回はハイドレーションの 1.5 が出たというのと、ハイドレーションバルブキャッチのご紹介になりました。以上です。吸うて止めて、うん、出るね、はい、オッケー、はい、この風量出んのは、そういうことです、伝える